犬もいる。他にも誰か、誰かが見える。これは現実じゃない。俺は軍用機に乗っている。兵士たちと共に夜を越えて。客が行く。了解です、中佐。
ブランスクビッチ、コックピットのドアを開けてそのまま押さえて、いいか、行くぞ。ゴール。お家は人も失った。なんてこんな難儀やられたんだ。これからどうなるんです？成果しか。いつも通り。フーラーさ。副操縦士死亡。私も足を負傷、出血している。後ろには71人の命が。どうしたらいいんだ、わからない。コンドル5が墜落だ。ワイヤットケツを上げろ。バルチャー1、3、4、8、9が墜落。収集がつか、作戦失敗だ。ブラスコビッチ、そいつを何とかしろ。ダメだ、コンドル9。コールを保て。くそ、ゴード。俺たちは殺されちまう。落ち着け、ファーガス。大丈夫です。この任務に失敗したら、恩師を失うんだ。チキショー。お前がデスヘッドを阻止できなければ終わりだ。この戦争は負ける。ああ、ゴード、そうだな。もう切るぞ。デスヘッドの基地が見えてきた。OSA シエーブ、アウト。コンドル9、アウト。気合を入れろ、ブラスコ。衝撃に備えろ。突っ込むぞ。何も見えない。突っ込め。1946年7月16日、夜明け。全てが最悪だ。ナチスの兵器は猛スピードで進化し、我々は追いつけずにいる。作戦は失敗、差は圧倒的だ。理由は誰にもわからない。皆絶望しかかっている。だがまだだ。俺はあいつらを倒しに来た。俺が状況を変える。状況は？ブラスコビッチ、着水できたがまずい状況だ。機内に閉じ込められちまった。おまけに鉄製の化け物が狙ってやがる。クソ。こっちもだ。機体の中で身動きできる。もしかしてあそこか？ワイヤットライトだ。ブラスコ、見えるか？クソ、ワイヤット消せ。イエスだ。見えた。どうすればいい？ここからじゃ何もでき、完全に閉じ込められちまった。だがお前がコックピットの砲塔でこっちを攻撃すれば化け物をやれるかもしれない。普通の小型銃じゃダメだ。泳いでいけるのよ。水中を行けば見つからないはずだ。分かった、ファーガス。今行く。デスヘッドに作られた獣だ。もっと早く始末しておくべきだった。Thank you.
かりました。大尉のおかげです。落ち着け、ブラスコ。攻撃を避けながら海岸を突っ切る作戦を説明するぞ。よし、聞いてくれ。あの陣地はまるで奇獣の巣だ。このまま進んだら殲滅だな。レダ、お前が先に塹壕に入って奇獣を全部取っ払い、全速力で駆け抜け、ど真ん中を突っ切れ。俺たちはここから援護する。分かった。これをつけろ。無線でこっちの位置を伝える。よし、援護射撃の用意。